全国の皆さんこんにちは、ディーン・フジオカです。違うか、博多のトム・クルーズこと畑中孝之です。お待たせしました。またこのレースのシーズンがやってまいりましたね。今年はですね、またちょっと去年とは違うクラスで頑張りますんで、はい、ですね、プロランナバウトっていうクラスに、はい、出ることになりました。去年まで緑だったこの僕が、さあ今年はじゃん、ですね、畑中ミュージアムに今しまってあります。いや、逆に何も言われないのがちょっと怖いです。豆腐、あ、豆腐ね、あ、分かってた。まあ豆腐としてはですね、そうですね、まあ乗り換えたクラスですけど、あとアクアバイクもちょっと今年から出ろうと思ってるんで、はい、どっちもちょっと一番取りたいですね。頑張ります。はい、それでは皆さん、 JJSBA JJSF 開幕戦錦の浜大会ダイジェストムービースタートです。去年はスーパーチャージャーっていう下級機をつけてたんですけれど、今年からターボチャージャーの下級機に変えて、馬力もかなり上がってるので、ちょっと楽しみですね。中国の海外戦でそれテストして実証済みなので、でパワーも結構出てると思うので問題ないと思います。まあ世界チャンピオンを目指して、あとその中国タイでいい成績収められるように、ステップアップっていう形でこちら回らさせていただきたいと思います。今年は300のストックエンジンにとりあえずターボをくっつけて持ってきました。パワーは去年よりダウンしてます。 100cc エンジンの排気量はちっちゃくなったんで、去年よりはパワーはだいぶ落ちてます。まあもちろん優勝を目指して、初戦勝たないと前線優勝できないんで。はい、前線優勝、はい、狙います。もう1戦目負けたら諦めます。春を買いました。シードセンターの春を、はい、中古で買ってきて買いました。あ、重くなりました。逆に重くなったんですけど、ま、コーナーが楽です。ハンドル切るだけで船が倒れてくれるので、はい、まだ今日2回目なんで、はい、今2回目でさっきフラなんでちょっと練習してました。どうもちぎらです。上手い人たちばっかりのところで走るんで、胸を借りるつもりで緊張もなく突っ込んでいくだけです。はい、エンジンは一緒なんですけどね、マサヤさんと一緒で春変えただけで全然乗り物がまた違くなっちゃってる感じがあるんで、はい、今まだ勉強中です。オーフはマサヤさんに離されないようについていきたいと思います。また隣なんですよねこの人。かぶされそうで怖いです。ぶつけないでくださいね。去年の開幕戦はストック春で走ってたんですけど、今年からちょっと海外製のブレットっていう春で、まあ、V 春です。エンジンもちょっと馬力を上げて、まあ、その春に見合うようにエンジンパワーもちょっと上げてもらってます。初めに乗った時に結構しっくりきて、まあ、そこからちょこちょこ自分の好みの味付けはしていってるんで、まあ自分好みで乗りやすい感じですね。今年の目標はまあ、まず全日本チャンピオンっていうのはありますけど、まあ、一番はワールドファイナルに向けて、まあ、国内も頑張っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、一箇所すごく重要なところが変わりました。ライディングに関係がすごくあるところ、すごくあるところだけど、まあまあヒントをもらったのは翔ちゃん、翔太郎、もう終わり。はい、エースキーの方は前線表彰台狙ってます。いっぱい緊張はしてるけど、ホームゲレンデやからここは練習通り走ります。はい、はい、もう昨年と、まあ、別に変わらず、冬も乗り切ったんでね、まあまあまあもういつも通りマイペースで頑張ります。はい、まあ、走る時にまあまあまっちゃん走るからちょっと見ようかないう見られるようにね、見られるライダーになりたいです。
やっぱりまあ司とか武さん見てて見たいなと昔から思ってたんで、ね、まあ、そういう風にまあ見られるぐらいだ、ね、まあ、ほんであとまあ日本で一番うまくなりたいですね、ジェットを飲んどく。やっぱり初戦なんでね、やっぱりほんで地元なんで、やっぱりまあ勝ちたいいうのはやっぱりあります。今年はもう、まあ、ベースの船は一緒なんですけど、エンジンと、まあ、船体の方を少し手を加えましたね。いや、エンジンはとりあえず動くんでいいんですけど、まあ、勝てる船かって言ったら、まあ、ちょっと走ってみないと分かんないんで、まあ、今年はとりあえずもうちょっと速い船欲しいですね。じゃあそこら辺に詰めていきたいと思います。結果はあんまり気にしてないですけど、綺麗なレースができたら勝てるんじゃないですか、もしかしたら。はい、ディレクターの深澤です。今回何よりも風が強いということがね、原因になりまして、レースはちょっと不可能だという判断をいたしました。